届いたものがあるので開封していきます。それじゃあ開けていきます。今回購入させていただいたのは BT21 キャラタブレットになります。で、12個入りです。箱買いです。です。じゃあ箱見ていきます。こんな感じです。こんな感じです。いろんな感じのテイストだね、うん、こんな感じで箱シンプルなので、じゃあ開けていきます。どっちかな、こっちかな。じゃあ開けていきます。じゃあこんな風に入ってます。じゃあ袋見ていきます。こんな感じです。ぷっくりかわいいラメ入りシール仕様です。で、全12種で、味がカシスミント味です。です。入れ物の種類が12種類あるみたいです。じゃあ開けていきます。で、袋はこれ全部一緒なんで、多分一緒だと思います。で、袋はこれから省きます。袋の紹介は、じゃあ行きます。開けられる、開けちゃっていいでしょ、こうやって、うん、じゃあ見えちゃう、これすごい、確かにラメが、うん、ラメでピンクです。で、ピンクです。と、小屋がなんかロックみたいな、そうね、ちょっとクッキーでいたずらされてるみたいな、驚いて耳取れちゃうっていう感じです。で、こんな感じです。どうやって食べるの、こういう風に入れてくるみたいです。です。で、まあクッキーと小屋、小屋です。1個目です。じゃあ行きます。じゃあちょっとこっちに引いて切ります。見えちゃうんで、じゃあ開けちゃって大丈夫、え、めっちゃ食べなきゃ、じゃーん、じゃーん、すげえいいよ、マジで。チビとバンが一緒にイヤホン聞いてる、ヘッドホン聞いてる。12個目です。基本はピンクやもんね、ああそうだね、基本ピンクなんだね。2個目です。です。はい、じゃあ3個目いきます。正直ちょっとさっきこう開けていいのか分かんない、開けたら一気に食べないといけない気がします。毎日食べます。おう、じゃーん、じゃーん、サーターです。サーターです。確かにガムみたいな匂いです、うん、ブルーベリーみたいな、そうそう、美味しそうな匂いだね。じゃあただです。じゃあ4つ目いきます。まあ、12箱だ、12種だから、はい、全部揃うんじゃないかな。じゃん、シュッキーでーす。でもさっきのタタと似てるレコード、そうだね、レコードね、はい、はい、じゃあ次5つ目いきます。じゃん、うん、タタとマンでーす。マンでーす。こういうのは古いよね。古いね、ラジカセ、ラジカセで踊ってます。なん、タタの頭が出てるの、なんなん、帽子だよ、あ、帽子か、帽子の目が疲れてます。今日ちょっと頭痛がするので片方に帽子かぶってる、そう、集中力はないです、チンパ、これダンスの感じのヒップホッパーみたいな。じゃあ5つ目はタタとマンでした。タタとマンです。じゃあ6つ目いきます。じゃん、じゃん、シュキと RJ です。です。ペイントしてる、あー、そうだ、スプレーパーみたいな、で汚れてるみたいな、そうだ、マンのやつです。です。じゃあ7個目いきます。クッキーです。です。あ、じゃあこれこういうシリーズがある、あ、そうだ、シリーズ、このシリーズのレコードシリーズのクッキーです。です。じゃあ8つ目いきます。あとでちょっとシリーズ別に並べ替えます。じゃーん、マンです。マンです。そうですね、うん、レコードタイプね、レコードタイプのマンで す。じゃあ9つ目いきます。また一緒だ、一緒、じゃん、うん、レコードタイプの RJ、 ちょっと着てるから分かる、ほんとだ、えってなった今、あ、もうちゃんと RJ って書いて、 RJ でーす、うん、RJ でーす、かわいい。じゃあ10個目いきます。そう、似てるね、じゃん、チミーでーす。一瞬あれチミーかなって思うの、顔のやつかぶってたから、なぜ来たのかなぜ来たのか、そう、11個目いきます。じゃーん、
小屋です。マイクドロップしてる。マイクドロップして小屋で です。じゃあ最後の一ついきます。じゃあ全員でーす。でも一箱に全12種入ってました。かぶりなしです。かぶりなし全12種で です。じゃあこれをちょっと種別に並び替えたいと思います。じゃあ種別に分けてみました。こんな感じです。上から一人のレコードバージョン、各個のレコードバージョンで、次がユニットバージョンで、最後ちょっと話してこれが全員バージョン一つですっていう12種です。こんな感じで入ってラメみたいになってキラキラ光るようになってます。じゃあ以上です。